どうも、安田大サーカス団長安田です。ベータでーす。団長といえばやっぱりサイクリング自転車ということで、自転車で、そして京都から、どっかに行くにはどこがいいのかというお問い合わせが多くて、京都にやってまいりました。そしてこんな方に来ていただきました。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、トランスリートの山本亮介です。あ、これ謙虚な言い方してますけどもオリンピアンでございます。北京五輪でした。はい、京都出身のトライアスリート山本亮介。2008年北京五輪に日本代表として出場したほか、アジア選手権では2連覇。今回のサイクリングではトライアスロン界のレジェンドが普段練習しているコースを走ります。今日どういうコース？今日は京都から滋賀県に行くんですけども。京都ちゃうんすか？滋賀県に向けて京都も走りますけど。あ、京都も走って、はい、滋賀県に、はい、途中で比叡平っていう町があるんですけど、滋賀県の、はい、そこを越えていくルートを通って、はい、でまた琵琶湖の方に向けて、はい、滋賀県の方に行くっていう、はいはい、峠あるんすか？まあまあの峠です。しっかり仕上げてきたんで僕だ、今日から練習スタートだと思って頑張ります。よろしくお願いします。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人、団長安田。ラクロスプレーヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド、山田幸男。今回は大人気企画のサイクリング、京都市内の景色を楽しみながら滋賀県を目指します。京都・滋賀の県境で峠越え、高低差285メートル、ヘアピンの多いヒルクライムコースをどう攻略するのか。そして滋賀に到着した2人、団長がどうしても行きたいところがあるそうで、向かった先とは。安田大サーカス団長安田のバズるスポーツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。京都から琵琶湖へサイクリング。コースは京都駅を出発して鴨川を北上、途中京都と滋賀の県境山中越えを走行し琵琶湖を目指します。今回は山本選手が団長に様々なサイクリングテクニックを伝授、サイクリスト必見です。おお、鴨川だ。はい、河川敷です。はい、行きたーん。鴨川の河川敷、はい、遊歩道で歩いてる方も多いので、はい、ゆっくり行きながら慎重に、はいはい、気をつけながら行きましょう。安全に徐行運転。はい、うわ、これ鴨川だけに鴨、白いサギみたいなのもいるし、結構写真撮ってる人多いですよ。なんかめっちゃ自然ですね。こう、そうなんです。下降りてくるだけで意外と、わあ、興奮気味団長興奮気味ですこの辺床がやってるところです。あ、これが床なんですね。はい、もうでも時期的に10月11月になるともうないですけどね。暑い時期にいいんですよね。そうです、これなんてね、夏。うわー、これ映えるな、この建物も。昨日僕そこでご飯食べてました。え、めっちゃ高いんちゃうんですかいやいや、高くないです。鴨川の河川敷をゆったりと走行しおよそ5キロ、癒しスポット鴨川デルタに到着しました。めっちゃええやん、ここね。さあ、ここからはどんなルートで。いよいよ峠に。いよいよ峠やってきた、はい、結構ね、勾配もそこそこあって、はい、距離も何キロぐらいかな、 4,5 キロぐらいあると思うんで、はい、なかなか登りがいのあるコースだと思います。はいはい、不安ですが大丈夫ですお盆の風物詩大文字を眺めながら滋賀を目指す2人、いよいよヒルクライムコース入り口に差し掛かりました。で
うわ、ちょっとこれ急に来ましたよ。でもそう、いきなり来ますよ。うわ、うまくダンシングも絡めながら、はい、うわ、ところどころの 10% 超え、えぐ。ダンシングのコツは？ダンシングはしっかり上半身で自転車振ってやって、はい、足のアシストをしてやるっていうタイミングですね。振ると踏み込みのタイミング、はい、でもやっぱダンシングすると呼吸も上がりやすくて筋力も使いやすいんで、はい、体重重い人は結構きます。あ、そうなんですね、はい、体重重い人の方が体重が乗るから有利なのかなと思った。体重重い人はダンシングやっぱり疲れやすいです。高低差285m、山頂までの距離およそ5km、平均傾斜 6% のヒルクライムコース。普段の団長であれば難なく登れる山道ですが、最近ちょっぴり体が重く練習もあまりできていないことからスローペースに。はい、マイペースマイペース、はい、そのまま行って、そのまま行って、いい位置でそのまま行って、はい、マイペースマイペース、はい、トップ。コツコツ力、コツコツが勝つコツです。勝つコツ、はい、コツコツをやめたらこうなるんですね。そういうことです、はい、特に峠は一番分かりやすいです。やっぱり筋力落ちる、心肺機能落ちる、はい、筋力使おうとすると心拍一気に上がる、はい、全部が連動します、悪い方にも。トレーニングは継続が大切。コツコツが勝つコツを改めて再認識した団長。ここで上りの中間地点、京都と滋賀の県境に差し掛かりました。滋賀県に入った。おつ、おつ、もう終わりですか？まだまだ、まあ、山頂じゃないでしょ。あと2キロ、よし頑張ろう。今で登り始めて 2.5 キロ、はい、半分半分。乗る位置とかはどうしてですか？お尻の位置、はい、は人によってやっぱり引く人もいたら先端行く人もいるんで、はい、結構人によってまちまちですね。癖で、うん、そう、あの前に踏み出すような乗り方する人もいるけど、はい、でも全然あの普段と変わらないぐらいの、それぐらいで余裕持って、はい、ある意味頑張らないっていうのが、まあね、この峠を越すには自分のキャパがやっぱりどれぐらいのゾーンで行けば持つか、はい、どれぐらい持つかっていうのをやっぱり乗ってないとわからないんで、はい、そうですね、そこもあるんですよね。そう、だから不安な時はもうちょっと1枚も2枚もちょっと余裕持って。山本選手から指南を受けながら走行する団長。スタートからおよそ15キロ地点、山頂付近に到着。ここで少しブレイクです。やったー、ゴール、OK、いやーいい、いい、最高のビュー。うわー、さっきまで晴れたのにちょっと曇った。琵琶湖大津ですね。大津、大津、うん、喫茶お食事処馬ヶ瀬。琵琶湖の絶景が見られるこちらのお店で団長はミルクコーヒーを、山本選手はバナナジュースをいただきます。さすがっすね、あんだけ登って下って冷たいの飲めるんすちょっと寒いですけどね。いや、もうあったかいの飲みたいですもん。汗かいてないから冷えないですよ全くかいてない。俺汗だくやったから思い知りました。40代ってもう落ちるの早いんだよね、はい、上げコツコツ上げるの時間かかるけど、はい、落ちるのドーンみたいな、あの背中にコツコツが勝つコツって書いてるんですけど、はい、めっちゃ恥ずかしいっすさあ、ここから琵琶湖に向けて、はい、下りですか？下りです。もう峠の完全に下りですね、はい、しっかりスピードをコントロールして常に、はい、コーナーは目線ですね。目線、出口を常に目線で自転車、はい、出口を見るんですか？一番は怖くないスピード。そうです、はい、自分のギリギリで行かない。そうです、余裕を持って、余裕を持って景色楽しむぐらいで、はい、はい、お願いします。お願いします。では行きましょう。スピードに乗ってダウンヒル。
山中越えはヘアピンも多いテクニカルなコースなので走行には注意が必要です。なんで足逆。はい。そうそうそう。あの曲がる方の足が上に上がってる、はい。こうですね、じゃあここは。そうそうそう。下りを一気に走り抜け、大津市内へ。滋賀県ではバイクで走行しやすいよう道路にある工夫があります。これが団長全部。はい。自転車道のバイク。はい、バイク専用。こんなんありました。いや、最近っすね。わ、これはありがたいね。え、走行からおよそ25キロ、小腹が空いてきた2人は昼食を取ることに。はい、団長到着です。ふわこっぺ到着です。うわ、ふわこっぺください。やってきたのはコッペパン専門店ふわこっぺ。およそ30種類のバラエティ豊かなパンから好みのコッペパンを選ぶことができます。お願いします。おすすめコッペは。おすすめコッペは一番はエビ山さん。エビ、あーうまそう。あ、ナンバーワンって書いてますもんね。はい。スコッペもいいっすよ。スをね、やっぱりね、知るっていうのは一個大事っすよね。どうしましょう。僕ですか。はい。ホイップクリーム大好きなんで。ダブルクリームありますよ。はい、最高です。それします。俺は店長の思うコッペを作ります。店長コッペを。私のコッペ。はい。天コッペ、天コッペを。天コッペを。はい。わかりました。もう、はい、もうミルクでも何でもいい。地元の美味しいグルメを楽しむのもサイクリングの楽しみの一つ。早速外でいただきます。うわ、うわすごい。これもうほらこれ、わ、わからんやろな。めちゃめちゃ軽い。もうこっちの方が重いですからね。持ってる方が軽いですよ、これ。いやちょうど俺のボケと被してね。かぶっちゃいましたね。持ってますね、これ。ちょ、まずスコッペいきます。はい、何にも入ってない焼きたて。まだ高いです。いただきます。めっちゃうまい。ふわふわ。あの噛めば噛むほどタイプですよね、これ。うん、味がじわっと。うんうんうん。佐々木どうぞ。僕もダブルクリームなんで。はい、ダブルクリーム。はい。いただきます。うわ、うん、クリームたっぷり。おいしい。いいっすね、それ。おぼ、それにしてよかったな。さあ、ちょっと見てみましょうか。何にしたんでしょうか。うん。ジャム。いちごジャム。あ、ジャムとミルク。いちごジャム。じゃないですか。店長、俺のこと分かってます。めっちゃうまい。相当顔見てましたからね、もうイメージを。はい、イメージをね、さすがプロですね。簡単な昼食を済ませ大満足な2人。ここで団長、この後のルートについて琵琶湖のある場所へ行きたいようで。今日はこれで満足。いや、もうちょい行きましょう。もうちょい、もうちょい行った先にね、はい、楽園があるんですよ。この世のものとは思えないアマハの湯っていう最高のサウナと最高の温泉があるんですよ。あ、いいっすね。行きません。じゃあちょっと行きますか。マッサージもありますから。最高っすね。はい。CM の後、サイクリングライド後編。琵琶湖を北上し、団長一押しアマハの湯を目指します。今回は大人気企画のサイクリング。京都市内を抜けヒルクライムコースを通り、滋賀県琵琶湖の南部を走行する2人。総距離も30キロを超え、近江大橋に差し掛かりました。あ、これが近江大橋です。近江大橋。はい、行ってきます。
琵琶市は来ることあるんですか？僕結構琵琶市トレーニングですることあるんですけど、はい、今年もう何回かな、月1ぐらいは走ってます。へえ。今滋賀県が結構琵琶市推奨してるんで、はい、ちゃんと自転車道がずっと琵琶湖一周引いてあるんで走りやすくなってるんですね。はい、だいぶね、めちゃくちゃ走りやすいですね。草津市を走行する2人、走行距離も35キロを超えたところで天気が怪しくなってきました。あー、またポツポツ来たね。え、ちょっとだけ来てますね。降ってきた。あー、完全降ってきた。悪天候の際はタイヤが滑りやすくなるため注意が必要となります。コーナーじゃなかったら大丈夫なんですけど、コーナーの時はもうかなり慎重に、あとはタイヤの空気圧をちょっと減らし気味で、はい、スリップしにくいようにとか。森山市を通過し近江八幡市に入った2人、総距離も50キロを超えたところで辺りが暗くなってきました。団長、近江八幡入ったんですけど、はい、もう浜原に近いですか？あ、もうね、チラチラ見えてるんですよ。あー、来た来た来た。イエーイ、浜原ゴール、お疲れ様でした。京都駅からおよそ60キロ、フィニッシュ地点は団長一押しの温泉施設、天葉の湯。お風呂巡りを楽しめる7種類の浴場、薪のストーブを導入したサウナ、黄金の茶室を模した低温サウナなどが楽しめ、マッサージ施設やリラクゼーション施設、さらには貸し切りの屋形船や一棟貸しのゲストハウスなど極上の癒しサービスを提供しています。贅沢の限りを堪能しに来た団長ですが、実はこちらに来た理由はもう一つあって、トライアスロン、はい、久しぶりに3年ぶりぐらいに出て、はい、まあ、リレーなんですけども、その結果報告も天葉の湯に、なるほど、はい、したかったのもあって来ました。以前団長安田がおよそ3年ぶりに出場したトライアスロン大会、諏訪湖エイトピークス、猫ひろし、平田英司コーチとチームを組みリレー部門に出場しました。実はその時に団長を応援していただいたのが天葉の湯だったのです。今回はそのお礼も兼ねてやってきました。ちょっと報告がありまして、はい、天葉の湯にサポートしていただいた諏訪湖のトライアスロンのレース2位でした。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。スイムでダントツ1位、ランでダントツ1位なのに総合2位ってことは誰かのせいです。俺がちゃんとしていれば。ただ楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ただただ楽しかったです。次来年はね、1位になれるように頑張るので、またよろしくお願いします。はい、頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。お疲れと思いますので、はい、ぜひ今日はごゆっくり、はい、使っていってください、はい、どうぞ。今日一日たっぷりサイクリングを楽しんだ2人は早速温泉へ入ります。あーあーまーあーまーあーまくーわーやーうわー溶ける。湯加減最高っすね。溶ける。トライアスロンもそうですけど、はい、サイクリングの後にこれ温泉入るっていうのはケアとしてはどうなんですか？あったかいところと、はい、それから水風呂、はい、冷たい水風呂、はい、抗体浴でしっかり血液循環させて、はい、回復を促す、はい、3分3分3セットとか、はい、長くいける人だったら5分5分3セットとか、あ、最低でも3セットぐらいの方がいい。そうですね、そうですね。体のケアを行うため続いて2人は水風呂へ。
水風呂の水温は15度。体のケアには最高の水温です。あ、もうはい、もう大丈夫です。ほどほどです。行きましょう。温泉で癒された2人、続いては館内の本格レストラン紀新へ。和食界の巨匠神田川俊郎さんが監修した贅沢料理をいただきます。いやー、気持ちよかったですね。最高でした。そしてご飯ですよ。僕はね、ラーメンにしました。はい、じゃあ早速いただきます。はい、あー、しみる。めちゃくちゃ美味しいです。うまいですか。はい、どうぞ。いただきます。僕じゃあしゃぶしゃぶから。うん、うまい。柔らかいです。うわー、そっか、めっちゃうまい。こっち牛っすもんね。はい、わ、それやったな。近江牛。近江牛、うわー、そうやわ、そらそうやわ。続いていただくのは疲労回復にもってこい、うなぎの棒寿司。うなぎ棒寿司にします。すごい。穴子はようありますけど、うん、美味しい。うまい。うん、ねえ、ご飯までしっかり染み込んでて、自転車乗った後ってこう甘じょっぱいのたまらないですよね。うんうん、その他に魚の一品料理も堪能。体も胃袋も大満足です。団長、京都出発して、はい、京都駅出発して、はい、鴨川、はい、で山中越え、はい、でそこから下ってきて琵琶湖畔沿いをずっと海まで来たんですけど、はいはい、どうでしたか。で京都駅で降りて、このコースちょうどいいです、うん、きつすぎず、はい、でちょっときつい山中越えがあって、うん、あとフラットなんで、はい、これおすすめです、はい、で、ね、いいお湯使って、はい、おいしいもの食べてで帰る。最高です。最高ですね。なんかこう楽しみがあった方が、はい、そこに対するモチベーションとか意欲が高くなるんで、うん、なんか一つ自転車乗る楽しいところかな、はい、あ、そうっすよね、はい、これいいっすね。アマハの湯琵琶湖コース、うん、最高です。最高です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。